リカはどうしてもセントルチア学園へ行くつもりなんですわね。僕だけではないのです。サトコも一緒なのですよ。正直に言いますわね、私は遠くの学校にはセントルチアには行きたくありませんのよ。受験が不安な気持ちはわかるのです。でもそうではありませんの。私は確かに勉強が大嫌いですわ。でも未来の私はきっと理科のために、理科が喜んでくれるならと、それはもう限界以上に頑張りますわ。頑張って勉強して、そして仮に一緒に入学できたとしますわよね。だけどその時はもう限界をとっくに超えているんですの。授業についていくことは絶対にできませんのよ。私はそんな惨めな学生生活を送りたくありませんの。もし本当にそんなことになったら、僕が助けるのですよ。僕も勉強は好きではないのです。でも里子のわからないところを僕が教えることはできるかもしれないのです。一緒に勉強することもできるのです。リカは私とは違いますの。成長したリカはきっとエレガントで魅力的だから、セントルチアでも友達がたくさんできますわ。私はおしとやかにもできませんし、友達もきっといませんわ。お嬢様学校の校風はそもそも水が合いませんのよ。里子、一度でも背伸びをして入ってしまったら、卒業まで背伸びをし続けなければいけませんの。私には耐えられませんわ。嬉しかったのですよ。え？里子が本心を打ち明けてくれて嬉しかったのです。リカ、約束するのです。僕は里子を一人にはしないのです。里子が困っているときは親友の僕が必ず助けるのです。だから僕を信じて、僕と一緒にセントルチア学園を目指してほしいのです。本当に信じていいの？はい、約束です。仕方ありませんわね。もう一度だけリカの言葉を信じることにしますわ。絶対に後悔させないのですよ。これで明日から勉強の日々が始まりますわね。僕たち二人ならきっと大丈夫なのですよ。ニパー。